どうも D チャンネルです、これはですねいただき物なんですけども、銀だこが出してるタコ飯って言って、まあ、これはご飯を炊く段階でこのタコ飯の素を入れて、まあ、炊き上がったらまあこんな感じで、まあ、非常に美味しそうな見た目になるっていうものなんですけども、まあ、こういう炊き込みご飯とか、あと混ぜご飯ですね、まあ、鶏五目とかそういったのいろいろあるじゃないですか。でもだいたいそういうものの見た目って茶色いっすよね。まあそれは醤油味がご飯と相性いいってのはもちろんわかるんですけど、茶色以外の炊き込みご飯、混ぜご飯、そういうのできないかっていうことで、今回はこの生クリームを使ったホワイトな混ぜご飯を作ろうと思います。タコ飯は後日スタッフが美味しくいただく予定です。というわけでまずは混ぜご飯の素を作っていきます。油を入れて熱したフライパンに鶏肉を入れて、そんで色が変わるまで炒めていきます。あちなみにすでに塩コショウで下味をつけてあります。そんで肉の色が変わってきたら適当に切った野菜類を加えます。人参、玉ねぎ、ニンニク、じゃがいもですね。そんでまあこの後生クリーム入れて煮込むんで、まあ、シチューっぽい仕上がりになると思うんですよ。なんかよくクリームシチューはご飯のおかずにならないっていうのを聞くんですけど、そういう人ってどうなんですかね。ドリアとか食わないんですかね。それとこれは別物だっていう感じなんですかね。そんでまあシチューライスにしても、まああとカレーライスにしてもジャガイモは入ってない方がいいみたいな感じの人も多いと思うんですけど、自分はこれがなかったらもうカレーもシチューも食いたくない。それは言い過ぎですけども、あった方が嬉しいですね。そんで野菜がしんなりしてきたら塩コショウとコンソメスープの素を加えます。結果的にご飯と混ぜるんで味付けはちょっと濃いめの方がいいと思います。そんでコンソメスープの素を砕いて全体に絡めたら生クリームを加えていきます。いいですね。一瞬にして白濁化しましたね。そんで塩コショウで味を調整しながら好みの水分の減り具合になるまで煮詰めていきます。今回混ぜご飯にするんで結構水分量は少なめになった方がいいと思いますね。そして極限まで水分を飛ばした結果はこちらです。すいません、ホワイトの混ぜご飯目指すつもりだったんですけど、ヒートしていくうちにどんどん白さがなくなっていっちゃいました。あとはこれを炊き上がったご飯に入れてこれを混ぜ合わせていけば完成です。というわけで完成しました。こちらが脱茶色を測ったホワイト混ぜご飯が具材の白さが失われて、無色混ぜご飯ですね。それでは早速いただきます。うまい。正直作ってる途中であれこれそういえばリゾットっぽい感じになるんじゃないかなと思ったんですけど、水分をしっかり飛ばして炒めたんでべしゃべしゃと水っぽくはならずに、でもこれはこれで何だったらピラフのような感じもしますね。でもこの濃厚な黒糖風味は生クリームで煮たんだなっていうのが分かりますね。非常にガツンとインパクトを残してくれる味ですね。鶏五目もうまいですけど、この色なし混ぜご飯これもうまいですよ。ぜひとも試してみてください。